若者世代を中心に急増している大麻などの薬物乱用を防ごうと、県や警察は JR 静岡駅で街頭キャンペーンを行いました。薬物乱用はダメ、絶対です。今朝の JR 静岡駅では、県や警察などがチラシの入ったポケットティッシュ1500個を配布し、薬物乱用の防止を呼びかけました。県内でも特に若者の大麻使用が増加傾向にあり、去年の検挙者数のおよそ7割が29歳以下となっています。さらに健康被害が指摘され、来月2日から使用や所持などが禁止される HHCH を含む大麻組についても注意が呼びかけられました。特に大麻の部分についてですね、若者の中では安全だとかそういうようなものを言っている部分がネットの上ですごく広がっているんですね。そういうものに惑わされないということがすごく大事だなと思っているところです。